2022年5月の14日になりましたよ、大和くん。そろそろね、大豆の8種の準備をしなきゃなということで、まだ整地はやってないんですけれども、粗整地だけやっておいて、肥料施肥機、8種機の整備をしたいと思います。大和くんも手伝ってくださいよ。はい、前側はビートの時と同じく、この干しカッターを取り付けて、で、私が加工して付けた、このカルチの爪。はい、これも取り付けます。どのぐらいの高さがいいでね。これね、刺しとくとね、まあ、バイドじゃないですけど、こう筋がつくんですよね、これがね。割と悪くないかなと。ひょっとすると大豆カルチ入れないかもしれないんで、これもつけておきまーす。はい、はいと。それでは、ミキサーに種を入れまーす。ん?汚れてないよね。ゴミ入ってないよね。ちょっとチェック。ゴミ入ってませんか?大丈夫っぽいんで、種を入れたいと思いまーす。一体ずつ入れまーす。ザー。一体30キロでーす。ほい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 。こう身に入れてね、ちょっとこうして、もうサラサラに乾いてるんで、まあ一枚の畑、6丁分はね、パックに入れたいと思います。2022年5月の18日になりましたよ。大和くん、お元気ですか今日も。ね、ちょっと。ということでですね、そろそろ大豆の種まきをしようかなということで、整地を始めたいと思います。まあ、いつもでしたらね、ロータリーの前にパラソイラをつけないで仕上げてるんですけれども、今回はパラソイラをつけて、そしてニプロの晴天ロータリーを引っ張りたいと思います。なぜあの爪を入れるかというとですね、ちょっとね、土が乾きすぎてるんで、下からの水分が上がりやすいようにと思いまして、このロータリーの下にね、硬い層ができちゃうと、水分が上がりづらくなるんで、こういうことにしようかと思っております。そしてフロントは、いつものこのレムケンクォークを取り付けております。今回も M7 頑張ってくださいよ。はい、大和くん、あなたはお留守番です。ね、美味しい餌待ってるから。お留守番、お留守番。はい、嫌がりませんね、今回も。はい、おいでおいでおいで。はい、餌食べて、お留守番してください。今回のお留守番のご褒美は、ビーフ好きの、俺も好きだけどね、ビーフね。これだよ、大和くん、どう?に?それで。うん。はい、これビーフ、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 やばいよ、お座りしてて。はい、待ってよ。よし。うん、美味しい。他の餌全然手つけないね、困ったね。もうちょっとあげるか。ちゃんと留守番しててよ、ご主人様忙しいから。お座り。あ、よし、食べてください。お留守番しててください。ガッチャンこと仕上げの整地を始めました。もうね、朝っぱらからホコリがすごいです。フロント作業機つけてるから余計こうね、ホコリが上がりやすいというかね。しかも前の作業機っていうのはこのエアクリーナーが近いんで、もうまめに掃除しないと、もう最低でも半日に一度は掃除をしております。いやー、これ本当にむっちゃ乾いてるね。これ大豆まいて芽が出てくれるのかっていうのがちょっと心配なところですが、ちょっとどうなってるか整地の状態見てみましょうか。フロントはこのレムケンクォークでこのように鳴らしながら鎮圧をして、そしてパラソイラでこう柔らかくしてね、ここで爪が入っております。そして晴天ロータリーでこのぐらいの量を抱えて、金平板は後ろから5番目だね、それで押さえております。硬さはね、このぐらい足が沈む程度の硬さです。結構ね、深めに入れてると思うんですけど、15センチぐらい。もう本当に乾いてますよ、この土がね。これまあちょっと黒くはなってるんですけど、これもうすぐ乾きますからね。これ朝一でかけたところなんですけど、もうすでに乾いております。こんな状態です。いやー、これ芽出るんでしょうか、果たして。ちなみにですね、地温はどれだけあるのかなと。もう地温なんてね、あんまり考えなくていいんですけど、 11.8 度あります。はい、そんな感じです。これからね、9丁ぐらい頑張りたいと思います。天気だけはいいです。あまり天気悪くなってください。
はい、仕上げの整地続けてます。もうホコリがすごくて、タイヤカバーの上は砂ぼこりがこう積み上がって山になっております。はい、そんな感じです。ロータリーの幅は3メートルあるんですけど、この GPS の設定では2メーター80で幅を設定して、掛け合わせ20センチ、10センチ10センチだからちょっと多めに掛け合わせしてます。はい、順調に掛けております。ホコリがすごいです。ちょっとね、傾斜の多い畑もあるんで、掛け合わせ多めにしちゃいました。スピードもね、5キロぐらい出るんですけど、ロータリー壊れるって言われたことあるんで、 M7 なら何歩でも引っ張っちゃうんで、ということで、はい、枕につきましたら2番スイッチを押すと、後ろ上がって前上がって回転が下がって、でもって旋回をします。私はね、間4本抜いて5本目に入るように大きく旋回をしております。1番押すと後ろ下がって前下がって回転も上がって、ということでこれで出発です。 GPS 入れて時速 4.2 キロで、これね、間4本にするとちょうどなんていうんですかね、交互になると終わった後にロータリーの跡が山になっちゃうじゃないですか。これが互い違いになるんで、まあ、後で直す時に平均な土の量となるということです。ホコリがひどいです。雨マークついてないかな、天気予報ちょっと見てみます。雨マークついてるんですけど0ミリ。ウェザーニュース見ると21日に雨マーク 60% でついてるんですよね。これ多分ね、消えるんじゃないですか。期待してません。ヤフー天気はね、雨マーク0です。何度スマホを見てもあまり期待のできる予報はございません、ということですが、時期も時期ですので。ただカッコ鳴いてないんだよね。カッコって鳴いてないんで、まあ、いつもだいたい18から22の間に大豆は巻いておりますので、それに合わせて種まきをする予定です。頑張ってます。はい、お昼になりましたので、トラクターに燃料を入れます。ビューっとで持ってエアクリーナー毎度毎度掃除します。もうマスクしないとやってらんないよこれ。どれだけ汚れているのでしょうか。きっとすごいぞこれ。うえー、ひどいぞこれ。大和くん、これ見て。大和くん、ちょっと行きますよ。汚いよ、離れてて。うえー、やばい。うわー、ちょっとちょっとちょっと、うえー、やばいわ。大和くん、まめに掃除しないとエンジンやっちゃいます。相変わらず人間はトラクターの中で食事します。家で食べないと消化悪いですよとかっていうご意見もありましょうがね、家で食べる方がね、慌てて食べるんで、そっちの方が消化悪くなっちゃうんで、吹きだとかね、モッツァレラチーズとアスパラとかね、もうアスパラ大好きです。あとうちのアスパラ、もっと太いのいっぱいあるんだけどね、私アスパラ好きなんで一生懸命堆肥やってます。この前10トン堆肥買ったけど、すごい余ってます。土ぼこりが舞う中、ロータリーをかけております。もうかけたら真っ白く乾いちゃうんで、多分ね、ハッシュしても目出ないと思いますよこれ。もうね、砂ぼこりで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 、何も見えんですよこれ。あー、ひどい、すごいことですわ。ワイパー使いながらやっております。でもうね、明日巻くのやめて、もう4、5日待ってからにしようかなとも考えたんですけど、あんまり待ってていいことないんですよ私の場合ね。悩んだらやるっていうのは私の方針ですから、どうしようかなと思ったらやってしまうのがいいかなと、種まいちゃおうかなって、その後もう覚悟決めてね、散水もうそういった施設がせっかくつけてもらってるんで、やろうかなって考えてます。大変なんだよね水まきってね。でもね、こういう今の気候ですから、これに勝つにはですね、そういった作業も致し方ありません、ということで巻く気持ちに固まりつつあります。ということで、今枕をかけてこれがあちらにつくと終わりです。無事完了です。ロータリーで穴ができて山ができるじゃないですか。これは私はフロントのレム剣でこうやってスーッと押してサラサラっとなぞって平らにしてます。はいと、はい、これでなんとなく綺麗になります。ということで、明日の種まきに続きます。頑張れ頑張れ頑張れ、そう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 、頑張れ。おお、上手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 、いいよいいよ。